関羽戦利口が可能だったのはカバだから。カバは身体能力的に石飛ば足りうるか。 HMR。 これまで我がハジサンミステリー調査隊 HMR は様々な文献や史跡から石飛ばイコールカバ説を裏付ける証拠を発見してまいりました。しかし読者の皆様の中にはこんなことを思われている方もいらっしゃるかもしれません。なんだかんだ言ってもカバはカバだろ。動物としての能力が馬とは違いすぎる。やっぱり石飛ばがカバだなんて無理がありすぎ。確かにこれまで我々はカバという動物の能力についてはあまり考慮に入れずに考察を行ってきました。これではまるで同じ机の上に置かれているからといってハサミと物差しを同じものだと言ってるようなものです。そこで今回はこれまでとは違ったアプローチ、すなわち動物学的に見て本当にカバが石飛ば足りえるか、その考察を行ってみました。すると馬にはないカバのある特徴が、実はカバを軍馬の代わりに用いるのに向いているのではないかという驚きの推測が成立してしまったのです。果たしていかにカバは石飛ば足りうるのでしょうか。カバの性格、荒っぽくて獰猛、戦場でも暴れられること間違いなし。日本の動物園にいるカバを見ているといかにものんびりしており、そんなおっとりとした性格の動物が戦場を駆け回るなどありえそうには思えません。しかし野生状態にあるカバは非常に縄張り意識が強く獰猛であることが知られています。縄張りに侵入してくる外敵には容赦なく、ライオンやワニといった大型肉食獣に対しても猛然と襲いかかります。同族であるカバ相手でも容赦はせず、激しい縄張り争いの挙句致命傷を負い死んでしまうケースも少なくありません。さらに他のオスの縄張りを奪い取ったカバはその追い出したカバの子を殺す、いわゆる子殺しの習性を持っていることも知られています。これは肉食獣であるライオンなどにも見られる習性です。アフリカでは年間500人以上の人間がカバに襲われ死んでいるとされ、これはライオンなどによる被害を上回る数であると言われます。馬などよりよほど戦場に向いた動物とも言えるでしょう。カバの攻撃力、顎の力は世界ナンバー2。陸上動物としてはゾウに次ぐ大きさ、体重を誇るカバ。突進力の強烈さは言うまでもありません。しかしカバの最大の武器はその顎の力です。カバの外見上最大の特徴でもあるその大きな口は見た目にたがわぬ強烈な力を持っており、その噛む力はなんと1トンにも達します。これは現在存在している陸上生物としてはアリゲーターワニに次ぐ破壊力です。ワニをはるかに上回る体格と体重、そして顎の力、カバがたやすくワニを撃退できるのも不思議はありません。カバに十分な戦闘能力があることもこれで保証されました。カバの移動速度、時速40キロ。それって速いの？遅いの？陸上でのカバの走る速度は最高でおよそ時速40キロ程度とされています。人間の走行速度は最高で時速37キロですので、それより少し速い程度と言えます。ちなみに現代において競馬に使用される馬、サラブレッドでは時速70キロから80キロに達します。あれ？カバって思った以上に鈍速？しかしサラブレッドはあくまでも現代の競走馬、古代中国の軍用馬とは求められるものがそもそも違います。三国時代においては芝居率いる軍隊が彼の本拠地である燕から毛達の守る上陽までおよそ1200里480キロを8日間で走破したという記録が残されています。これはだいたい1日で60キロを移動した計算になりますね。少なくとも速度に限って言えばカバのスピードはそこまで遅いものとは言えないでしょう。カバの持久力、実は最大の弱点。気性はたけだけしく攻撃力もあり速度も十分、軍用馬としては申し分ない資質を持っているように思えるカバですが、実は大きな弱点があります。それは
持久力です。陸上動物として象に次ぐ大きさを誇るカバですが、実は陸上での歩行走行はその大きな体重が負荷となり、実はあまり得意ではありません。カバが一日の大半を水中で過ごすのも、水による浮力を得て体重の負荷を軽減するためです。とても陸上で長距離の行軍に耐えることはできそうにありません。これは重大な問題です。やはりセキトバイコールカバ説は単なるヨタ話でしかないのでしょうか。この最大の難問に油汗を浮かべる筆者。まあ記録的な猛暑の中で記事を書いてるせいなんですが、果たしてカバ最大の弱点を克服することは可能なのでしょうか。世界遺産 DVD を見て筆者はひらめいた。いかにすればカバが長距離の行軍に耐えることができるか。行き詰まった筆者が息抜きしようとデアゴス社の世界遺産 DVD を見ていた時、突如その脳裏に典型がひらめきました。そうか、セキトカバはきっとこの方法で長距離行軍をこなしていたんだ。その典型のきっかけになった世界遺産とは、中国最長の大運河、慶光大運河です。大河によって育まれた中華文明。かつて人類文明の発祥に関する説として有力視されていた考え方に、世界四大文明説と呼ばれるものがありました。これはメソポタミア文明、インダス文明、エジプト文明、黄河文明という4つの文明がその後の人類文明の始祖となったという考え方です。現代ではこの4大文明説を取る見方は否定されることが多いですが、ここで4大とされる文明は全て大河の河川域の肥沃な土地に発祥した文明であるという共通点を持っています。中国には北から黄河、淮河、長江という3本の大河があり、特に淮河と長江の間には網の目のような小河川が存在しています。これらの小河川の問題は北方から南方へ向かう軍事行動にとって大きな障害となり、結果北からの侵攻が河川によって阻まれることがたびたびありました。曹操が大敗した赤壁の戦いや五胡十六国時代における翡翠の戦いなどが有名ですね。戦国時代から作られていた運河。河川の存在は陸路による運搬や行軍に大きな障害となりますが、一方船を使うことでそれを物流の要路として利用することも可能です。そうした地政的条件から、中国の歴代王朝では河川を整備した運河の建設が盛んに行われることになったのです。紀元前5世紀戦国時代の初頭にはすでに各国で運河の建設が行われていたとされます。運河が最も高度に発展したのが6世紀末から7世紀初頭にかけ栄えた隋の時代でした。隋の初代皇帝である文帝と2代目皇帝の煬帝が各地に存在した小運河を連結し整備したのが慶光大運河でした。この慶光大運河は北京から広州に至る総延長2500キロに及ぶ大運河となり、現在も中国の経済的大動脈として利用されています。河川や運河を使って移動したセキトカバ。中国には豊富な河川が存在し、また各地に大小さまざまな運河が建設されました。陸上移動が苦手なカバでもこれらの河川や運河を使い移動すれば長距離の行軍に十分耐える可能性があるとは考えられないでしょうか。呂布や関羽はカバにまたがり川や運河を渡って遠い戦場に赴いたのかもしれませんね。いや、絶対間違いない。三国志ライター石川義継の独り言。いやー、今回は我ながらさすがに強引。いやいや、そんなことありません。関羽がカバにまたがり川を渡って戦利口する姿を想像するだけで楽しいではないですか。やっぱりセキトバイコールカバ説はロマンです。我が HMR はこれからも
関鳥羽イコールカバ説が真実であることを追い求めます。